どうもこんにちは、しゅんじです。こちら4年前に回したゴジラのガチャフィギュア、これ01なんですが、新しく07が出たんだけど、1個前の06が映画館のガチャコーナーに並んでたんで、ラインナップは4種類なんで4回回したんですが、多分被ると思うんだけど、全部紹介できたらいいんですけどね。それでは一つ目のね、カプセル見ていきます。外側のカバーすごいね。はい、カバー取るとカプセルはこんな感じで黒で、ちょっとザラザラっとした感じになってるんだけど、ゴジラの皮膚をこうね、ちょっとイメージしたようなこう形になっててかっこいい。で、これがなんとね、台座になるんですよ。では開けますね。開けると中にフィギュアが入ってます。はい、なんだ、いいよ、ゴジラが出てきた。ゴジラ、これでもね、前に紹介したのと同じような気がするけど、ちょっと違うかな。こちらガイドブック、ラインナップ、ゴジラ、コング、メカゴジラ、スカルクローラーの4種類となってますね。コングとゴジラの戦いもすごかったんだけど、まあそれよりもこのメカゴジラの、暴走したメカゴジラが激しかった。まあハリウッド映画になってるから、やっぱ映像はすごい迫力でしたね。ただ僕は新しいね、ゴジラマイナスワンの方が好きかな。すごいこっちもかっこよかったけどね。では組み立てます。ゴジラミニフィギュア完成しました。フィギュアが入ってたカプセルが台座になるんですが、これ片側こう割れるようになってるんで、こっちですね。で、この上に床フロアをセットするんだけど、まずはこの下ですね。この丸い部分、さっき外したのを、はい、下から差し込んで、上にね、床のパーツを、置いてですね、時があるんで壊れたビルをセットして、フィギュアを乗せる台座完成しました。で、この、床パネルこんな感じ、ちょっとこうひび割れたような、地面になってて、そして崩壊したビル。で、後ろはね、こんな感じですね。うわ、瓦礫がいっぱいになってる。まあ、この辺のね、作りめっちゃいいね。組み立てたゴジラは、高さが約6センチとなってます。4年前に回したね、ゴジラのガチャフィギュアと並べると、すごいポーズ似てるけど、ちょっとこう、動き、向きが逆になってる感じかな。で、背びれの色とかは結構似てる。尻尾に生えてる小さいこの板の部分が、今回のは、こう青くなってるんで、塗装がかなり細かくなってますね。一回500円のガチャとかなり高価なんですが、この肌のザラついた皮膚とかね、すごいディテールよくできてますよね。で、目がね、青くなってます。で、口を開けて横を見ている。これコングと戦ってる時かな？どうなんでしょう？ちょっとこれわかんないけど、ゴジラの特徴的な背びれ。はい、綺麗な青色のクリアパーツになってて、かっこいいですね。で、新しいね、ゴジラマイナスワンで登場する2023のゴジラも背びれがこうね、青く発光するんですが、あれがすごいかっこいいんすよ。はい、で、こう尻尾ですよ。尻尾こうくるんとこう巻いてて、この辺のね、動きのある形、すごい躍動感あってね、かっこいい。尻尾に生えてるこのトゲトゲの部分、ここもね、こう青くなってて、かっこいい。ここはクリアパンツではないんですね。はい、で、下から見るとこんな感じです。ゴジラのフィギュアを台座にセットします。どの位置かな？これ結構横足広げてるからね。乗る？向き逆かな？ビルの向き変えました。これでいい？いける気がする。あ、いけそう。ゴジラのフィギュア単体で見てもかっこいいんだけど、やっぱこの小さいこうエフェクトのある台座にセットすると、さらにかっこよくゴジラを飾れますね。次、2個目のカプセル。2個目、メカゴジラが出てきました。メカゴジラの大きさは、さっきのゴジラを横に並べて、まあ、同じぐらいの大きさになってますね。体の色がシルバーカラーの、このメカメカしい形のメカゴジラ。メカゴジラにも背びれがあるんですが、まあ、通常のゴジラのような、このいびつな形では
ないですね。綺麗なこう板が、伸びた板がこう生えてるような感じになってて、で先端が赤いですね。で尻尾長い、もうほんとゴジラメカ版って感じですよね。で尻尾長くてこうくるんとなってますね。さっきのゴジラと似たようなポーズになっている。で体はこんな感じで、腕の部分がこうちょっとアームになってて、まあ、この辺のメカっぽさとかね、すごいかっこいいですよね。まあ、ちゃんとした指とかでもいいと思うんだけど、このアームっぽいのがすごいかっこいい。で頭ちょっとこう上に上げて吠えてるような暴走モードに入ってるメカゴジラ、まあそんな感じですかね。台座にエフェクトこちらとなってて、わあすげえ、これもねビル倒れてますね。たださっきとはちょっと形違ってます。台座にフィギュアをセットするとこんな感じで、ちょっと この角度だとビル見えにくいんで、ちょっと回して、あーここいいじゃん、まあ、この角度で見るのが素敵じゃないですか。ビルのこの窓ガラスの形なんかも見えて、あーいいですね。こう暴れ回ってるメカゴジラ、かっこよく飾れます。3個目のカプセル見ていきます。この辺からかぶりそう。あーゴジラ、ゴジラだゴジラが出た、かぶりました。最後4個目、コング出てほしい。あーコングだ。組み立てれました。最後にね、かぶりなくコングが出て嬉しい。すっごい躍動感のある形になってて、でコング体ねふさふさなんで、まあ、この辺のディテールとかすっごいよくできてますね。で右手をこう上に上げて、斧持ってるんだけど、先端はこれゴジラの背びれなんですよね。でちゃんとね青色のクリアパーツになってる。左の腕ムッキムキですよ、これ。太いね。で、これガッチリとした、こう体、胸筋やばい。で、こうゴジラにつけられた傷のペイントも、ちゃんと入ってて、で、腹筋割れてる。すっごい。足は、こうちょっとこう広げてるんですが、左足かなり後ろの方に行っててですね、これ下に置くと、めっちゃ傾くんすね。もうちょっとこう状態を起こして、まあ、この辺ぐらいかなって思ってたら、はい、まあ、こんな感じ。左手の拳をね、こう下でこう支えるような感じになってて、やばくないですかこの表情と、この動きのあるポーズがね、めっちゃ合ってて、表情がいいよ、これ。口を開けてね、わーってこうね、もう吠えてこう立ち向かっていってる時の、コングじゃないですか、これ。台座には大小の、炎のエフェクトに、そしてこの小さい、この、岩みたいなのがあって、ここに、左の拳を、この岩に乗せる感じで、なんか飾るみたいで、岩に拳を乗せると、ちょっとこう状態起こしてですね、表情がね、すごいわかりやすくなって、かっこいい。はい。で、まあ、くるっと回すとね、まあ、こんな感じ。この炎のエフェクトもね、いいね、いい感じですね。で、後ろから見ると、こちらとなってて、この岩の効果絶大ですね。めっちゃ状態起きて、この表情がよく見えるようになった。かっこいいです。今回スカルクローラーは出なかったけど、なんとかこの3体、まあメインキャラクターと言っていいのかな、3体が出たから、こうちょっとこう向かい合わせてね、あーちょっとゴジラこっち向いてるけど、カメラ目線になってるけど、まあこうやってね、ちょっといい感じに3体をセットして、コングとゴジラが共闘してメカゴジラと戦ってるかのような感じでセットするとさらにかっこよく飾れますね。はい、ということで今回ね、少し前に出たガチャなんですが、ゴジラ06、ゴジラ VS コングの
ミニフィギュアをねご紹介しました。一回500円とちょっと高いんだけど、かなりクオリティの高い、フィギュアになってるんで、ちょっとゴジラマイナスワンを見てね、本当にねゴジラ好きになった方本当多いと思うんで、よかったらぜひ、回してください。で、今回紹介したのは古いのなんで、新しいゴジラ07も出てるんでね、よかったらぜひねチェックの方してください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。